はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、YouTube に、あの、以前ですね、版にされたんですけど、えー、YouTube はですね、多分どこかでコロナワクチンの話題は、えー、こっそりですね、政府にしてくるんだろうなぁと思ってて、まあ今見たらですね、えー、なんか、OK になってそうな感じの話気がするよっていうお話ですね。 で、これが YouTube のですね、ガイドラインなんですけど、ガイドラインを守って、俺が正義だから、あの、俺の、俺の言いつけに守らなかったやつは片っ端から倍にせくぜ、みたいな感じのがですね、YouTube なんですけど、ええー、ま、た、多分ですけどね、ええー、まあその、 ポールのがダメとかですね。子供の、なんかがダメとかですね。えー、嘘情報がダメとかですね。多分、なんかいろいろあるんでしょうけど。でですね。あー、私あの、コロナワクチンって言っただけで2回版にされてまして。で、えー、多分ですね。 この辺が変わってるんですね。あれここがそうなのかなちょっとこれ見たら、元のまんまかもしんない。ちょっと待って。はい、まあ、えー、なんか、誤った情報選挙に関する誤った情報コロナに関する誤った情報誤ったっていうかですね。この辺もねー。 あの、YouTube さんの、えー、思ってる方向の情報だったら、あの、何言ってもいいんだけど、YouTube さんが言ってほしくないことを言ったらですね、簡単にバンにするんで、不公平なところがあるんですけどね。だから、その、コロナワクチンは、おっと待てよ、ちょっと待てよ。YouTube さん、これ今のは例え話で言うんですけど、 コロナワクチンは体にいい、ですよって言うとですね、多分政府で。コロナワクチンは体に悪いですよって言うとですね、ンにされるとか、そういったレベルの話で。ちょっと見ますか。はい、えー、誤った情報選挙の誤った情報コロナウイルスの誤った情報ワクチンの誤った情報 あんま変わってないかもしれないな。ちょっと、えー、ワクチンのとこちょっと、そこだけ見たいんですけど。はい、元のままかもしんない。とにかくですね、ワクチンの悪口を言ったら、お前ら分かってるだろうなっていうのは YouTube でして、おい、ちょっと待ってよ。YouTube さんの、えー、方向性らしくてですね、えー、コロナワクチンは安全って言わないとですね、 多分、バーンなんですね。で、コロナワクチンでですね、あ、ちょっと待てよー。何って言っていいんだよ。わかんない、俺もう。コロナワクチンで、ええー、まあ、プラスのことを言っても、嘘になるかもしんないし、マイナスなことを言っても嘘になるかもしんないんで、わかんないんですよね。 ワクチンは感染拡大や、YouTube さん今これワクチンのこれ文章読んでるだけだから晩にしないでよ。ワクチンは感染拡大や感染自体を減らせないと主張するコンテンツえ、ワクチンに含まれる成分に関する不正確または誤解を招くコンテンツおっと。で、 何って言っていいか分かんないんですよ。あの、2回版にされてますけど、あの、ワクチンをね、打った方がいいよともですね、打たない方がいいよとも、何にも言えないんですね。YouTube だと。でこ、こんなコロナワクチンの話題なんか別に、 したくないんだけど、バーンにされている以上、やっぱりちょっと気になりまして、えー、いや、これ、将来的にだよ。個人的な、個人的なあれですけど、その、多分将来的にはですね、コロナワクチンの話題は多分、えッ、ー、OK だよっていう時が YouTube で来ると思うんですよ。 で、その時にはですね、あの、私の番は2回分、あのー、えー、にはしちゃったけど、あのー、取り消すよ、みたいな感じのですね、装置をやっていただけたらな、みたいな感じのことは、思うんですけどね。はい、あ、で、こ、この辺に、この辺が言ってることはですね、言っていいらしいんですけど、見るだけ見ますか、これ。 あ、これ、英語で書いてあるとか言うのかなワンティクチン、あの、えぇ、ー、中学、高校とですね、英語は習ったんですけど、英語は空っきしダメでして。はい、何が書いてあるかわかんないですね。無理っすよ。ワクチン、ファクツ。あ、わかんない。クッキー。 クッキーを何とかしろみたいな。ワクチネーションズ。で、WHO もですね、ワクチン、ああ、やめ、やめるか。のことはな、なんか言ってるんですけど、何にも言えないな。だから、YouTube でですね、ワクチンのことは何にも言えないんですよ。 はい。ってことなんで、まあ、前とあんまり変わってないのかな前とあんまり変わってないかもしれないですね。で、はい。えー、まあ将来的に、私が言いたいのはですね、まあどうせそのうちワクチンの話題は多分できるようになるんで、その時にはですね、あの私の2回番になったあれはですね、帳消しにしておいてくださいよってことで、 まあその YouTube の中の人もよく分かってないのかもしれないですね。どうするこれみたいな。どこで、どこで OK にするみたいな。多分ですね、コロナワクチンの話題が多分できないのは世界中で日本だけかもしれないんで。はい、なんか妙,妙な感じのことになってるかもしれないんでね。YouTube さん。 ちょ、待てよ。YouTube にね、コロナワクチンのこと言うとなんかまた怒うな気がするんで、何にも言えないんですよ。はい、えー。ポイズンの世の中、ポイズンみたいな世の中はですね、あんまり良くないと思いますよってことで。はい。今回以上です。